と、本日は、ヘボジャパン2日目ですね、やっていきたいと思いますけれども、今日のタイトルは、教育級なら元気が出る教育級なら、月下の剣士1ワヒー2ですけども、まず一発目、元気が出る教育の97からやっていきたいと思います。まあね、教育の代名詞ともいえるこの作品ですけども、我々もね大好きで、もう今年はね21周年ということでね、やっていこうと。20周年の時ほとんどやんなかったっていうのがありますけども、はい、じゃあまあ今回もね来てますので、世界のソムリエから一言またいただきたいと思います。カメラいる？どうする？大丈夫？はいはい、ソムリエです。はい、おめでとうです。どうも。はい、今日こそ14の大会と聞いてきたんですけど。はいはいはい、14ではないですね。え、そこから83ぐらい足した大会です。足しちゃった。83年後です。83年後ですか。83年後の大会やります。ちょっとレバー握れるか分かんないですけどね。14じゃないですね。そういう古いバージョンはやりません。97でやります。最新バージョンね。じゃあ今回もかなさん大丈夫、仕上げてる？大丈夫。今日みんなに元気を与えるかのごとく、うん、私だけ片手でやります。本当にやんの？やります。マジでやんの？はい。全くカメラないからもう分かんないけど、配信見てると分かんないけど大丈夫。片手でやりましょう。いや今日はまあ確認だけど、まあ、かなさんが片手やるのは好きにやってほしいんだけど、はい、でチーム戦だよね。シングルじゃなくてチーム戦でやると、まあね、あとは、まあ隠しキャラ当然あり、ああ、バグ、ね、バグエーパー何でもあり。私の時暴走より控えてほしいんですけどね。お願いで、これはあくまでお願いで、まあ、お願いとして、まあ、0回戦ガロボーさんで、そのガロボーさんと直接交渉と、あと金のやり取りしてください。あとまたリセットやったら勝ちってことで。あ、確かにそれいいですね。リセットあんのかな、分かんないけど、タスクオーバーとかでフリーズは勝ちだな。ああ、よくありますね。勝ちだよね。95して勝ち上げてマックスオロシャンで拾うってやつ。97しか、こっちで、まあ、あれね、ありますけど。じゃあ、あれか、いつも通りやりますか。パワーチャージ式でもやっていきますか。パワーチャージか砂掛けかやりますかね。砂式。まずちょっとね、今日はソムリエ、俺にやらせてくれってことで、はい、やっぱシナンチャらしいといえばこの人ということで、それがし君が来てるので、じゃあそれがし君、シパワーチャージ式だけお願いしていいですか。ここは。シパワー、俺ね、すごいの、今回初めて、事前にそれがし君に打ち合わせしました。いつも言わないで急にやるんだけど。10分前に、それがし君やろうっつって。はい、じゃあやるよ。最高。相手キャラ、適当に何か選んであげてください。さてさて、じゃあね、やっぱ97、まあ、代名詞ともいえるこのパワーチャージエパ、まあ、パワーチャージ、カラキャンパワーチャージで一生続くよと。あ、いいですね、ガローチーム選びましたね。じゃあそれが先生お願いします。まあそれがしかパワーチャージ見せたとこ僕見たことないんでね、やっていきたいと思います。いいですよ。お、あるよ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 。おいー、もう一回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 行こう。はい。ラストラストラスト、いいよいいよいいよ、あるよあるよ。ピオリまで、あー惜しい。じゃちょっとこれ終わりに、あ、じゃあね、倒してもらって、じゃあソムリエちょっと感想だけ、ちょっとピオリまではやれよそれがしということで、じゃあちょっとニラの目ソムリエがやるということで、見本見せてください。お願いします。お願いします。片手、あ、両手でいいよ。片手でカラキャンエンバーやったらすごいよ。いや両手でいいですかね。ソムリエ引退試合を今から行いたいと思います。あれ、ソムリエ？すいません、遠近の弱キックで拾うのやめてもらっていいですか。すいません。僕とよりひどくない？やめろ、やめちまえ、ソムリエやめろ。おい、はい、もう一回、はい、はい、こうやってやる、煽りだけうまいじゃないよ。ありがとうございます。このようにエーパーをやる、失敗してもごまかす、これ重要なんでね、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。よろしく、これはもう推奨です、やってください。ミスったらむしろ文句出るんでね、よろしくお願いします。じゃあ以上のことを踏まえてやっていきますけども、今日は9人参加、まあ、9万人参加ということでね、やっていきたいんですけども、ゼロ回戦、強川クイーン安田対ガロボーお願いします。ガロボーさんと、あ、みんな大好き強川クイーン、まだ出れますから、出る、行ってくださいね、出る人、海外勢全然出ます、急なら出ます。あ、ぜひぜひぜひ、一応この名前だけ書いていただいて、よしよし、
はい、じゃあやっていきましょう。元気が出る97大会始めたいと思います。いくぞ。さあ行こう。ワンピー側、強川クイーン安田、強力ワクチンではないです。何、あ、もう一個、あ、ごめんごめんごめん、あ、そうだね、ごめんね、そうだ、あ、どこでもいいよ。カナさんとやりたいな、カナさんでも。はい、ワンピー側がね、強力ワクチンじゃなくて、強川クイーン安田、片手でやるということで、あ、もう片手でね、あのパックの緑茶飲みながらやってますからね。スマホをいじって、2P 側は僕らのヒーロー、ミスター MVS ガロボー、今回も使いやすいキャラちゃんこはんで参戦なんだよこのチーム、ガロボーさん魂のキャラキングすらいねえあ、でもエーパーキャラはいわゆるいないですね。お互いのキャラはチャンが被ってる、安田のチームがチャン、チャン対チョイ。さあ行きましょう。開幕戦0回戦。今黒ギャルでエゴサーチしてるの。黒ギャルでエゴサーチしながら片手で KOF97 やるの君だけだよ。はい、さあチョイ対チャン。結構ねこの2キャラは、割と強い、普通に強い感じですね。まあ割と見る組み合わせではあります。さあそしてチャン後半片手で連打して、あ、ガーキャンされてます煽ってる間にガーキャンされてるからね。すいません、これちょっとカメラないんでね、あの暴れてるソムリエが伝わらないなってパラしたんだと思いますあのぜひねそれ見たい方は今からでも会場に来ていただければやれますんで、あ、どっかごめん書いといて。ちょっとね急遽参加者が増えたということで、一人。さあ時間ないよ、時間ないよ。ソムリエ、ソムリエの結果普通に長期化、え、動画探してんの。サンプル動画見ようとしてんじゃない。サンプル動画を配信するんじゃないよ、 DMM 見に行くだろ。なかなかないよサンプル動画見ながらガロボさん倒す人。さあガーキャンしたけど裏だった、危ない危ない。さあブルーマリー、まあ、これはねゲージを使った時のあの即死コンボがね結構有名でありますね当時ね。なんでも、なんでもありです、なんでもありです。さあそして、ロバート中堅出てきましたね。ロバート対ブルーマリー。さあキックで、お、弱キック牽制できる。さあ弱キック固めて、ヒエン、竜神脚、旋風脚か、異様に強い旋風脚。ロバートは旋風脚を一生こすっています。片手でもこすれる弱足旋風脚からの旋風脚、一生旋風。これすみませんね、ちょっと、あー、できる、どや、強パン前 A からのチョイス。タイトル俺読み上げられない、ホニャララマンゼメとか言わないから。ゲーマン、テーセン、テーマンみたいな感じだね。さあアウトかな。あ、これちょっと今言いかけましたけど、ワンピガのソムリエ片手でやってますからねこれね。さあツーピガガロボー片手で挑発いらねえだろこれやろあ、スラッシュのフェイント、なるほど、スラッシュフェイントケツみたいな感じで。さあガロボー、ここで負けるわけにはいかない。魂のキャラちゃんこはん登場。いやー、ガロボーさんが空中でかかと食らうとこ見たいなー危ない危ない危ない。さあやられてしまうのか、いけるのかソムリエ、ここでやれるのか、返せるか。さあハリケーン、ハリケーン飛ばしを越えてくる。さあ差し合い大キックで返していくが、どうだどうだ、ゲージはある、ゲージはあるぞ。さあなんでお前片手でハリケーン連発できんだよと。さあ飛び越える、吹っ飛ばし返していく、何あるよあるよ。さあガロボーゲージを使ったか、あーハリケーンに始まり、ハリケーンに終わる。勝ったのは、強川クイーン安田。じゃあね、ゼロ回戦1箇所増えたんで、それがしたいダンサーお願いします。今さっき来たダンサーさんお願いします。やっぱ片手でもいけるね、いける、片手で動画見ながらいけるということ、いけるっていろんな意味でいけちゃうみたいな行かないでもらっていいですかね、サンプル動画で行かないでください。さあ行きましょう。 1P 側がそれがし、 2P 側ダンサー、
ダンサーさんは確か前なんだっけ、なんかの大会で優勝してましたよね。2000か、なんだっけ、97でもなんか一回クリスかなんか使って昇竜が違うとか言った覚えがあるんだけど違ったから。さあ行きましょう。さあそれがし、まずは隠しちゃう出せんのか。そうです、もうルール的には隠しキャラ A パー何でもあり、空中浮遊リセットどんとこい、あのリセットしたら勝ちという特別ルールが今回ありましてスーパーアルティメット KO ルールと採用させていただきます。リセットとフリーズもだよね、フリーズありです。どういうのがあるかはちょっと知りませんけども。さあキャラ間違えた、変える、変えます、いいですよ。いやちょっと全然いいです。あ、じゃあごめん、しょうがないしょうがない、そういうこともある、だよ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 。さあ行きましょう、改めてじゃあもう一回出してください。それがしさあこれで暴走より出せないっていう熱いパターンがあるから、ああそうだ、隠しキャラが出るとね選び直しなんだよね。はい行きましょう、ラウンド1レディーゴー。さあ強パンから追い花3つ、もうこれピヨスンですかね、ピヨス早い、あーそれがしか気持ちよくなった、気持ちいい気持ちいい気持ちいい、最高、曇らせたいこの笑顔。さあ、あ暴走より、これはもう五分です、五分五分五分。危ない、これピヨったんじゃないか、なるか、危ない、これがしくんが気持ちよくなダーサーさん折れてる折れてる、シズルが強いから大丈夫、いやお前のキャラも相当強いよ、危ない、さあシズル、あ本当に強い、あー一できる、封じない、繋がらない、97じゃなかった、あ98じゃなかった、あれ意外と繋がんないんですよね。さあこれダンサーさんかなり98力で戦ってる感もあります。こっから、あこれ暴走より倒したらありますよ。さあ、あでもここでパワーチャージエーパーを絶対にミスらない男、それがしのテリーボガードあるのか、見たことないですからね。危ない、それはまずい、あれ今西川ステージだったら死んでました。さあジャックパー目をして繋ぐ、危ない、封じられない、あるかあるのかあえてね、あえてのあえてのバックナックル、ゲイザーをミスって前 A になるの、前 C かな、あれ、勝ったのはそれがしくんです。大丈夫、最後の一発はね大丈夫です、あれワンチャン煽りの可能性があるということで、じゃあ続行ゼロ回戦の、じゃあアイランド対ボムお願いします。さあアイランド対ボム、忘れもしないあのケスからファイヤー3連発のね事件がありました、 2回半でしたね。さあ今回もあるのかって、あの3試合目のゲージが溜まった瞬間のなんともいない空気感がたまんなかったですけどもね、その後大キックが入った瞬間にボムさんが笑って不発という事件がありましたけど、ああ今回あるのか、もうアイランドさんも毎回それ期待されてて辛いよねでかいキャラ選ばないといけないのかなみたいな、だいぶもう普通にやって大丈夫です。さあボムさん、結構ね、他の KO シリーズではチンとか使うイメージですけども、今回はですね大体97は暴走暴走裏クリスなんてのが固定メンバーだったりしますけども、今回どうでしょうか。さてさて、さあ、あそうですね、いつものチームプラス、あこれはキスからファイヤーを回避するチーム編成できましたね。ジョー、チョイ、ダイモンド、さあ凶悪な、まあ、当時もね割と見た暴走暴走裏オロチの、まあ、大体
あの社でしたけど、まあ、クリスもいるという感じ。危ない、これはピヨってんじゃない。愛とあえての気づかせからのキョパン、重要だからゲージね。さあ、なんかちょっとした紹介してる間に1人目が潜られてしまった。何事もなかったかのように、ああ、ちゃっかりゲージ溜めてますね。なんでゆりよりでゲージが溜まるんだ。飛び込み入っちゃった、これはまずいんじゃないか。この若干のスローモーションは投げはダメ、ふざけん。やっぱ柔道家にはなりゃね、通じないところありますからね。はい、はいと大きく、あ、上から、あ、頭上を取ったけどこれカウンターだったけど間に合わなかった。そして飛び、やはり暴走よりゲーなのか。暴走よりはもう見飽きたよとか言われてしまうのか。危ない、さあ気づかずから安定の矢乙女。強パンなんて挟まないよ、夏冬ですけどもね。さあ昇竜ゲージ溜めていくのか。若干この選手見づらいんだよね、ちょいね。さあ早い中段から勝って、これはワンチャン消し飛ぶぞ。いったヘリすぎだろさあ勝ったのはボム。どっちから行こうかな。じゃあ真の微分お願いします。あ、ありがとう。さあさあ、まだまだいろんなバグエーパーあるかもしれないが、やっぱ実戦でね、しかもあの暴走よりの本当暴力の前に決めるのはなかなか、今エキストラ選んだように見えたけど気のせいかな。さあ 1P 側は微分、 2P 側は慎吾、あと教育98、今回1年前の97。まあボムさんね、ボムさんじゃねえよ、微分さんは今日あのやっぱエキストラじゃないかこの色。微分さんは今日はプリキュアの最終回見てきたということで、もうプリキュア力非常に高まっている。さっきからママママうるさいんですけども。さあなんか今日もママが出てきたとか上こと言ってる、バカなのかなと思って。お前らやる気、お前前回もやってたろお前ら。転ばせてから超感やって、そこを避けて超感 A か C だよ多分。あ、大会嫌であのしばしご勘弁ください。ああそれ無理だ。 BCD で避けるんだっけ、これなんだっけ。リムさん、リムさん大丈夫ですか。そんなんじゃプリキュアになれませんよ。はいとか言って怒られてるんで。なんだ、何をやる気なんだ。あんなに練習しただろ地雷神バグの精度だけ高えなおい。あ、赤ゲージにしてあげたのね。あれ、あ何、ただ倒しちゃったよな。何のためにビリーは出てきたのか、我々は今何を待たされたのか。再試合まである。な、何を、何それさ、前転、後転できなく、あ、できるんだ、バックステップができるんだ。これ、皆さんね、ソムリエ試験を今受けてるということで、今、かなさん、じゃあこれちょっと今ソムリエの国家資格試験中ということでこれいいのかな。これ20点、合格ラインはやっぱ80点くらい欲しいね。20点です。まだソムリエはちょっとやっぱ資格難しいから。あ、今、あ、これいいね、これ、これいいね。あ、これ、これはいいです。これは非常に今得点がぐんぐん上がって、あはー、ミスったらこれ減点です。減点対象、いや非常に良かったんだけどね。いや一気にギュッと、今トータルで何点ぐらいまでいった、今ので180いったね。合格ライン超えたんだけど60下がりました。ここです。微分さんの今資格試験の模様を今お送りしています。あ、これ慎吾さんもね、資格持ってますんで、空中浮遊技師1級の資格持ってますからね。すいません、2
2人して送られて戦ってる。皆さんあんま知らない人は、ね、多いと思うんですけど、勝ち、このラウンド勝者慎吾です。危なかった。綺麗ですね。非常に芸術性が高いということで、評価高い。我々やっぱね、今年冬季オリンピックもあるということで、フィギュア KOF の道もかなりあるということで、今後これがまた冬季五輪の種目にね、もう非常に寒いということで冬季五輪でいいんじゃねえかというのをやっていこうかなと思いますので、ね、いやーやっぱこのやっぱ国家資格1級ですからね、1級冬技師ですから、これはやはりね、浮きが綺麗ということで、ね、さあこれはソムリエ、これソムリエになる能力あんの、これ、このキャラ。なんでこのキャラ選んでるの、これ。何があるんですかね、これね。まあ、3回以内に受けないと、冬、あ、これもできましたから。3回以内がやっぱ、ボーダーというかね、ありますから。D 投げさせて、何があるの、何すげえ減ってんのこれ。何これ、なんか減る、思ったより減ってるってこと、何やってるの、何があるのこれ。俺は全く知らないんで、あ、すごい減る本気投げみたいなのがあるの、減らないのがあるの、全編カットです。全編カットでお願いします。勝者は、だから慎吾、微分さんはね、次回の試験よろしくお願いします。再試験で追試です。んじゃあね、こっちからやっていこうか。予作対それがし、お願いします。いやー、びっくりした。いや、カットだな今。あ、終わる選んじゃって、ごめんごめんごめんね。いやいやいや、生放送まさかのカット。まあこういうのはね、もうよくある。もう多分ね、今もう始まってるのかな、大勇者って生放送やってるみたいですよ。そっちも多分ね、放送事故がいっぱい起きてると思うんです。さあ行こう。 1P 側がそれがし、 2P 側が予策。まあね、1回戦これ最後の方の試合ですけども、改めて言いますけど、使用制限、使用キャラの制限や、まあ、A パーとかの禁止事項一切ないです。本当に一切ないです。何でもあり。ただね、ちょっと寒いこととかあんまり失敗するとダメなんで、さっきのビームさんは出禁です。カットからの出禁。あ、そして来ましたね、暴走イオリ。さあこのゲームがガンダ、お前あの速さはガチャってただけだろ、お前。お前すげえ速さでキャンセルしただろ今。当たってからの速さじゃねえよ今。あいつ絶対画面見てなかっただろ今。いやー、動物園が終わってね。さあここから、まあ1回捉えればエイパーですからダメですね。ピオリスンですよ。あーあーあー、おいー、ちょっとそういうんじゃないんだよね、それなし君。ダメです、もうテリー使うからにはですね、パワーチャージやったらちゃんとパワーチャージやってください。危ない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 、あるよあるよあるよ。おーい、ソムリエ式。あれ主にソムリエが煽りで使うやつです。ちゃんと練習してください、ちゃんとやってください。まあでもまあね、難しいんだよね、ぶっちゃけね、意外とね。さあ出てきたのが今日イオリかイオリ今日かというね。とだぶねえよ。あれ、なんか前も言ったけど、これも75式のカラキャンエーパー一応あるんだっけ、確か。難しいよね確かね、うん、パワーチャージと同じ容量でできるんだけど超難しいはず確か。さあテリー、これ予策のテリー。あー、いやー、ダメだ、できないのか俺たち。お前何が見えて今この時言ったんだよ。あーあ
3回もなんかパパパッチ一瞬で何回パンチ出せるか選手じゃねえからな。危ない。お前ついに対空でパワーチャージ出し始めたの。勝ったのは予策。こういうのがねいいんだよ。だからこういうのがね97っぽくていいの、でここやったからこっちか。B サイド仮面対強川クイーン安田。誰なんだよ、ね、最近の傾向としてはね安田って名前が入ったらかなさんです。こういうのがいいの、こういうぐらいがいいんだよ。さあ行きましょう。ワンピーは B サイド仮面、ツーピー側、強川クイーン安田。まあね何度か言ってますけど、あの安田敦さんだよね。あのぜひね大会来てくださいね。俺誰だか知らないんでね。あ、ジョーが被ってるのかな。まずは両対クラークの対決。あ、そうですね、ワンピー側の、ワンピー側のディザイとかツーピー側ソムリエ片手でやってます。また全く配信には載っていないので現地の人のみが証言するという。これであの慎吾さんとも、いや両手だったよって言ったら両手になりますから、歴史的な事実が隠蔽されるっていう。あ、拾える、見えてる。あー、できる。逆ヨガ仕込んでダッシュ逆ヨガ的なやつね。さあそして、あー、覇王昇降、これは昇竜漏れかな、なんでしょうか。元気が出るでエゴサーチするの。やっぱカナさんいいなとか。ニコ生招集、お前見てるなら来いよお前この野郎。 M さんって名前なの、聞いたことあるね。大丈夫、ダッシュついてない。あと追い打ちまでできる、ありがたい。タイミング難しいですけどね。さあ通常何から、大きい攻め、おーできる、ウルトラアルゼンチン。あ、見てくれてますね M さんね。 M さんありがとうございます、お待ちしています。あー、からジャンプ、からジャンプから投げ、そしてこの一瞬の隙も逃さずにソムリエはサーチ中。行くぜクラーク。おクロスチェンジャ ー出ました。さあカットをしなかったけども、その間もずっとエゴサーチ中のソムリエ。クソ KOF ね。さあ、俺もねたまに話すけど、元気が出るとクソ KOF 両方サーチしないとね分からないんだよね。何が分かるんだって話なんだけど。あー飛び込んでフランケンシュタイナーをバリバリで割っていった。ジャックパン回球うまい。あー、ここしゃがんでいた、強キックが当たる。イエイ、死滅なんかしてない、ふざけんじゃないよ、我々は気が向いた時にやってるよ。毎月とかは保証できないけど。あー危ない、おいーあまりそこは、あー片手でも、あー惜しい。ピヨってねえだろ今、ピヨった倒れ方してなかっただろ今、ケツを出すことで頭いっぱいだったでしょ今。いや煽ったけどピヨってないっていう。勝ったのは安田氏。いやーでもさすがの精度でしたね、あそこから拾いましたね。はい、これで1回戦が全部終了してもう準決勝ですね。じゃあ予策対ボムお願いします。予策ボム、もう片方は慎吾対安田です。もう安田っていうようになっちゃった、強川クイーン安田です。あーごめんボンさん、ごめんね。はい、行きましょう。ワンピー側ボム、ツーピー側予策。お互いにいつもだと暴走よりはかぶってますね。何があーなの、間違った、あー出ない、出ないんだったら一回だけやり直せますよ。予策優しい、出してあげる。あの出せない人かなさんに言えばね、あの合計2枚で出してくれますからね。いいですか、暴走いより1000円、暴走レオナ1000円、3人組2000円、合計で、セット販売で2万円になってますからね、よろしくお願いします。はい、来ました、暴走より対決、これ勝った方が勝ちなのかな。キャラクターの、チーム構成は一緒ですね。すごいね、今、社協パンと闇払い、両方口が危ない、どっちか分かんない、崩して、
はいはいはいと、まだピュートね、まだピュートね、上から来る、あーで弾も見えてる、ラジオパン、あー飛び込んだ。さあこれは予策も負けか、そろそろか、まあ、予策そろそろ帰んないとね、帰りの船の時間があるからね。ああいけるのか、パワーチャージ対空できる、できないか、できないのか、あんなに欲しがってパワーチャージ生当てしたのにできないか、前へからできる、おーできる、それっぽい、オーバーに離すんじゃない、できない、意外としがない、すごいね、今漏れた時、あー違うって言ったってことは、あのハイアングルゲーザーはあー違うじゃないってことでしょ。あパワーチャージやってから全然違うコマンドじゃねえかお前これ。さあここあー漏らすために生まれた技、まあ、でもブルーマリーねワンチャンありますからね。さあ当て身、この当て身でばらまいておくと、よりは結構引っかかってしまう、早いね、ガーキャン間に合う、あれでガードされたらジャパンなの、噂のいまいちそれが分かってないです、何がジャパンなのか分かんない、当たんなかったらジャパンだ、あ吹っ飛ばしから空振ってから危ない、ここから拾えるよ、あーで昇竜できない、さあ昇竜が波動の漏れはまあ許してやる、当て身はジャックジャックからの前衛で終わり、いっぱいつつけなかった、ダッシュしてく、さあ予策このクリスを倒して最後の暴走量の引っ張り出したいけど、いけるのか、うわ対空できる、いやー予策のブルーマリー、これはあるか、いいですね、あのバッタ対策のバックジャンプいいですね、シンクロして下がっていく、さあ女あ発動した、レオナの防御力低いのが出るか、しっかりとカウンター見えている、安定が残った状態なので一発は追い打ちができる、さあこのバッター戦、わー予策名物マックスバーンダブルスイング、これはどうだ、どこまで行く、残ってはいる、スタジオパン対ガー勝利、ここは拾えない、狙いすましやがった、危なく、ワンチャンあった、あ勝ったのはボム、あれワンチャンあったね、んじゃあね安田対慎吾でいいんだよね、慎吾対安田、いやー今熱いですね、予策っぽい試合展開でよかったです、いやー危なかった、さあ行こう、あごめんごめんごめん、 1P 側強川クイーン安田、 2P 側慎吾と京 F97、 あ98、97じゃねえよ、え、あ隠してやる、両手でいいよ、大丈夫大丈夫、あ早いよ、プルプルっつって今早い早い、あギネス申請あるな、10秒とか全然いらない、3秒くらい出るよね、さあ、1P 側、安田、 2P 側慎吾ですけども、編成としては暴走暴走ジョー、こちらチョイ、テリーダイモンですね、さあまずは、ダイモン対ジョー、ハチマキハンガ対決、待て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 待ちなさい待ちなさい、これじゃずっと片手でやってるのはすごいけど、シンゴやっただろ今、シンゴやっただろ今、お前やったか、いやたまたま飛んだとこ合わせられたの、やってないの、やってないのね、やってないね、やってません、やってないです、やっただろお前やっただろ今おしの気づいたら何か やってないやってないのこれ、やってないのそこはやいろんなことがあって個性来たんでしょ今ね、引っかかって引っかかっちゃった、あれのねよく引っかかっちゃうんだよあれ、いやアテナ使ってねえじゃねえか、何が負けないわけ、今の若干リアルだな
今のリアルか、リアルだろ。あー、まさ、最後はリアルだった。リアル、普通に食らった。全部ガチで食らった。全部は嘘だな。あー、いろいろあった。勝ったのは安田。お、あったな、いろいろあったな、いろいろあったけど決勝早いな、このゲーム。なんだっけ、ボム対、じゃあ安田お願いします。どうしたらいいんだよって、普通にやれよ。だから、ね、やっぱあの会場内に蔓延する、あいつやってたな感ね、今ね。あいつやってたなって、シンをやった疑惑が今普通っつって。あ、やっぱこういうゲームだ、厳しいね、ワンチャンだよ。はい、じゃあ元気が出る KF97 大会決勝戦始めたいと思います。いくぞ。ワンピー側強川クイーン安田、ツーピー側ボム。あ、隠しキャラも出るよと。まあボムさんは、いつものね固定チームで3人大体来てましたけども、安田側チーム編成どうするんですかね。割と変わってますけども、まあ共通するのはクソムーブができること。これボムさん優勝したら、ちゃんとした団体が発行するあのプロクソ KOF プレイヤーの称号を得られますから、認定証がもらあのカナさんが会長をやってるちゃんとした団体だよね。ちゃんとした団体です。来ましたね、決勝もこれです。宮北お前たちまだ帰るな、ミニゲームはまだ終わっていない。さあ暴走より同キャラ、危ない危ない危ない。さあこれ注目すべきはカナさん側片手でやってるということ。危ないよ、リセットからの、すいません暴走するのやめてもらっていいですかね。危ない危ない危ない。お前らお互い近距離の昇竜も出ねえでよ。さあそして出てくるのがボム側2人目の暴走、暴走レオナ。いやこの下強パン、下強パン2発です。こればらまいとくのが強いんですって言う前に死んだわ。まあ強いんです。さあ出てくるのが上東、先ほどね慎吾さんを華麗な A パと補正切りで掘っていた、危ない。ソムリエがこの後はベニマルが残ってるんですね。ベニマル普通に超強キャラです。さあジャックジャック刻んでソムリエ、あーそうか片手でやってんだよね。さあダッシュジャックの刻み、あー強キック、カウンターだから2回当たってる、これはまずい。あゲージないのか。さあここボム側まだ2人いてゲージも1個残っている。ボムさんのね使うチームこれ暴走とあのオロチチームなんでゲージの引き継ぎが一切ないというデメリットはあるんですよね。まあなので、まあ、逆に言うと普通は一発目に回す暴走系を後半にも回せるっていうある意味のメリットもあるんですけども、まあ、そんなことはどう、危ない、攪拌はないよ、片手駒優秀。後ろから出たー、ケツから火を吹く、これはいった、優勝ボム、おめでとう。いやーボムさんおめでとう。じゃああのクソ KOF プレイヤーなんだっけ、プロクソ KOF プレイヤーとしての認定試合を今からやりたいと思います。あーいらねえ。じゃあねカメラ切り替えますかね。あこなんだこれ。はいはいはい、優勝したボムさんです、プロプレイヤーです。どうもプロです。いやこれ欲しかったもんねボムさんね。いやえいるいるってか持ってるから、ね、あげたい。あの年会費が1万2000円だけかかるんで、なん微妙な値段ですね。微妙な月1000円。どうでしたか久しぶりの97。そうですね、いいゲームだった、いいゲームですね、いいゲームだった、ね、よくできてます ね本当はあのあれだよね、準決勝あの試合見た後だからどうしようかと思ってた。決勝何をしたらいいかよくわからない、どうすればいいのって聞いてたから、そうなんですよ、なんかブックがわからないみたいなね、本当にね。飛んだ方がいいのかなみたいな感じで、そうなんだろう、俺だけ何も教えてもらってないのかなみたいな、打ち合わせなかったよあれみたいな、言ってくれればジャンプするけどみたいなね。そうなんです、そうなんです。裏側がどんどん暴露されていく。まあいろいろあったけど、ね、いろいろありました ね。これ97あれなの、チン使わないの、いつも使ってるじゃん。使ってたんだけどもうこの諦めた、このチームがネタみたいな、あ、まあ、まあね、なっちゃって
シーン使ってる場合じゃないとかあるから、ね、そうなんですよね、ちょっと難しいです、ね、そう好きなんですけどね、うん、いやじゃあどうですかこのプロクソ教育プレイヤー、うん、第何号 ?3 号 ?3 号ですね、1号が、まあ、当然カナさん、2号がダメディアカッコ仮、3番目がボムさん、栄誉あることですこれ、 ありがとうございます。じゃあ全国のこれ目指してるプロ目指してる方に何か一言あれば。いや1万2000円用意して大会に来てください。はいね、じゃあ今後も、はい、今日ねまだこれから大会ありますから、そうです、ね、ぜひ頑張っていってください。次月下ワン、月下ワン、はい、久々ですねこれ。そうだね、3年ぶりぐらい、2年ぶりかな、まあ久々にやっていければと思いますので、はい、じゃあ今日また頑張ってください。はい、じゃあ改めまして、はい、優勝したボムさんです、おめでとう、ありがとうございます、おめでとう。じゃあカナさん、カナさん一言じゃあいただけますか。いやー97終わりましたけども、大盛況で終わりましたね、大盛況だね。まあ、やっぱね21年目という節目の年に、ね、年ね、やっていこうという98じゃないんだみたいなね。すごい中途半端に、中途半端、9月7日にやるか俺らも。9月8日に98やるんでしょ、なんかでかいで、あ、平日土曜、じゃあ9月7日の金曜日にやるか、金曜日に覚えてたらやろう、97大会、ね、21周年覚えてたらやろう。まあまあそんなね感じでね、まあ今年もね思いついたら適当にやっていこうと思います。まあ、ちょっとやっていきたいと。またあの片手大会とかね、あ、なんでいろんなやっていこうかなと、うん、実は今日安田氏呼ぼうと思ったんですけど、うん、なんか今蓮田にいるっていうから、うん、お前蓮田の隣高田の馬場だから来いよって言ったらちげえよって言われて、向こうが正しいね。正しかったね。ほら安田そろそろ来いよお前、一回俺も見てみたいで、あの安田篤さん来てください、あ、本人ですって。本当に俺だからね、来ても信じないから。嘘でしょってまず言うて、昔大会で安田氏 A から F までいましたからね。K ダッシュみたいな、ね、K ダッシュ、今日1、今日2みたいな、安田氏 A、B、B 俺ですって、そんな感じで、ね、今後やっていき、安田氏大会ね最終的にはやるんで、やりたいと思います、よろしくお願いします。はい、じゃあ、教育97劇画で教育97ね、今日は終了ということで、はい、ありがとうございます、またよろしくお願いします、ありがとうございました、どうも。いや、97は稼働停止します。